ろう、こんにちは、ニハオ皆様、マステクのアットギでございます。さて、本日はですね、ゲーム実況じゃなくて、ちょっとした、豆知識というか、そういう感じの動画になると思うんですけれども、最近私のマステクゲームチャンネルはですね、ミラティブと YouTube で、同時配信をしております。で、そちらの方もですね、やり方が知りたいという、動画投稿者兼、ゲーム配信者の方々から、たまにちょっとそういった話を聞くので、ちょっとですね、やり方の方を動画にまとめて、出したいなということで、この動画を現在撮っております。ということで、早速やっていきましょう。今回の動画はですね、3パートに、分けます。まず最初に、そもそもこのミラティブと YouTube 同時配信するのに使ってるパソコン、まあ大体これくらいのスペックでこれくらいのことできてるんですよっていうのをちょっと基準にしていきたい、いただきたいなって思います。で、次に、そもそものやり方ということで、3つ目、自分が実際やってみて、ミラティブと YouTube の同時配信って結局どうなんっていう、感想を乗っけていきたいなと思います。はい。というわけで、まず最初、一つ目。私が現在使っているパソコンのスペックと、あと必要なものについてですね。現在私が今この配信で使っている私の Mac なんですけれども、まあこんな感じになっております。ちょっと僕、正直パソコンそんな詳しいわけじゃないので、どれくらいのスペックがこれにはあるのかっていうのはよくわかんないんですけど、とりあえずこんくらいのスペックが、ありますよという感じですね。これ何隠さなきゃいけないんだろう。後でちょっと見てみよう。はい。というわけで、このくらいのパソコンのスペックを使って、現在 YouTube とミラティブ配信をやってて、正直な話をしますと、たまにカクつきます。はい。たまにカクつくっていうか、正直配信するだけでいっぱいいっぱいなんですよね。たまに配信中に、まあ、YouTube のコメントをなんか打ったり、定期のコメントとか打つ際に、ちょっと、キーボードをカタカタカタとかってするんですけど、そういうことをすると、一気にガクってなります。はい。ただ配信を垂れ流すだけだったら、普通にスムーズになるんですけれども、だって配信してる時って結構いろいろしないといけないじゃないですか。てか、パソコンがそれだけに特化してるわけじゃない、配信以外のことも僕はちゃんとしてるので、ちょっと、スペックに、限界を感じるなって思う時が、たまにてか結構あります。特に、配信を始めた瞬間、この YouTube とミラティブで同時に配信をスタートってなった時に、もうパソコンがね、もう悲鳴を上げてます。はい。なので、これより性能のいいパソコンを用意しといた方がいいかなって僕は正直思いました。はい。で、次ですね、必要なソフト、まあ、パソコンなんで、OBS、用意しておきましょう。で、もし、Mac とか、Apple 製品をやる場合は、音声調整として必要なのが、ラジオキャストと、サンドフラワーっていうやつなんですけど、サンドフラワーがこの中にないですね。はい。ちょっと、まあ、それ自分で探してみてください。で、まあ、こればっかりは、Mac の音声調整だけの話になってしまうので、これはまた、別の動画とかで見てもらえたらなと思います。後々自分の方でも上げてみようかな。ちょっと、あんまり需要高くないと思うけど、ネットで調べたらね、いっぱいあるので。はい、それじゃあ、第2フェーズ。はい、じゃあさて、第2フェーズのお話になるんですけれども、YouTube とミラティブを同時配信する際に必要な設定を OBS でどうやってやってるかっていうのを、言います。まず、YouTube 単体でそもそも、まあそもそもこの配信って、YouTube をやってて、この配信ってこの動画か。この動画は多分、まあミラティブを今やってるんだけど、YouTube の方でも同時配信したいなっていう人と、いや、今 YouTube の方配信してるんだけど、ミラティブの方で新しい客層が欲しいなっていう人とか、って分けられると思うんですよ。だから、YouTube の方でそもそもどうやって配信してるのかっていうのはちょっとまた、別でお願いします。とりあえずやり方。まず、右下のこの設定を押します。で、まずこの一般とか配信とか、右のリストある、左のリストにあると思うんですけれども、まず、配信で、この画面を出してください。で、サービスの方がデフォルトちょっと何になってるか覚えてないんですけど、とりあえずこれを僕はカスタムにしてます。で、ここの下のサーバーとストリーム機、これは何かっていうと、まあ、配信をする際にどのサーバーに、まあ簡単に言えば電波を送る。電波を送って、で、ストリーム機っていうのはその配信先のパスワード。これが、入力、この2つを入力できないと、配信ができません。で、このサーバーとストリームキーのところに何を入れるのかっていうんですけれども、ミラティブの OBS 用 URL っていうものを、サーバーの方に。で、ストリームキーの方には、キーを入れてください。
これが、必須条件です。え、いや、でも俺 YouTube の方、メインなんだけど、ちょっとえ、配信の方、ここ YouTube じゃダメなん、ダメです。いや、ダメじゃないかもしれないけど、現状僕がやった段階ではダメです。なんでかっていうと、ここに YouTube のサーバーとストリームキーを入れるじゃないですか。で、後で講述するもう一つの方に、もう一つの方のスペースに、ミラティブ用の URL とかを記入するんですけど、なぜかうまくいかない。これは僕のパソコンが、ダメだからっていう可能性もあるんだけれども、とりあえずこっちの方をおすすめします。こっちの方をしても、YouTube の方の画質は特に落ちたりしないので、ご安心ください。はい。で、とりあえず、サーバーの方に、先ほど言った通り OBS 用 URL でストリームキーの方に、ミラティブのキーを入力してください。はい、っていう感じでございます。で、あとはですね、配信する際に必要な出力設定の方なんですけれども、まあこの一個下の方にある出力、この配信の方のやつ、これは、どうするのっていう話なんですけれども、これはミラティブの PC で配信する際の、OBS 設定の方に、配信画面に行くと、もうチュートリアルで乗っかってるんですよ、ぶっちゃけ。もうこれの通りに動いてください。出力画面の配信は。で、これの通りに記入した後、で、次、音声調整なんですけど、音声ビットレートで、出力内の音声タブに移動して、すべてのビットレートを64にしてくださいって書いてあるんですけども、まあ、64にするもよし、で、自分の場合は、128にしてます。なんでここでちょっと急にお前チュートリアルとは別のことやってんのってなると思うんですけれども、まあ、僕はやっぱりYouTube の方にもうちょっと力を入れたいんで、 YouTube の方の推奨ビットレートって128なんですよね。だからとりあえずこっちの方は全部128にしました。で、こうやって違う設定にしてミラティブの方で問題起きたりせんのってなるかもしれないんですけど、現状特になんかミラティブの方で音が特別悪いとかそういったものはないので、大丈夫だと思ってます。はい。というわけで、ミラティブの方の調整はだいたいこんな感じですね。はい。で、次、これでミラティブの調整が終わりました。じゃあ次、YouTube の調整をどうするかと言いますと、この録画、出力からの録画という方に、飛んでみてください。で、そしたらね、いっぱいブラーって並んでると思うんですけれども、まずこちらの方はですね、種別っていうところが多分デフォルトだと標準で、多分こういう感じになってると思うんですよ。で、この状態だと、どうなるのっていうと、OBS の録画開始っていうのを押すと、まあ、動画を撮り始めて、で、その撮り終わった動画がパソコン内で保存されるっていう感じの設定になってます。で、この録画っていうところをちょっといじると、録画の内容が YouTube に送られて、そのまま配信みたいな感じになるんですよ。で、それのやり方って言いますと、種別の方をまずカスタム出力に変えます。出力の方を、変えた後に、FFMPG の出力の種類という、ちょっとこの紙そうなやつをね、ファイルの出力がデフォルトになってると思うんですけど、 URL の方に、出力しちゃってください。で、そうするとですね、こういう画面になるんですけれども、ファイルパスまたは URL っていうところがあります、その選択肢に。で、ここがちょっと、めんどくさいところっていうか細かいところ、ここに何を入れればいいのか。まあ、間違いなく入れるのは YouTube なんですけど、まあ、Twitch やってる方は、ここに Twitch のやつを入れてあっても大丈夫です。で、どういう風に入れるか。まず、本来の URL、ストリームに使うもの、YouTube だった場合、このストリーム URL、RPMP から始まるやつを、入れ込む。これ多分どの配信者さんでもいいな、同じだと思う。うん、同じだと思うね。同じだと思うので、これをコピーして、入れちゃってください。で、その後で、入れなきゃいけないものをスラッシュ。この2の後にスラッシュ入れないといけないです。2の後にスラッシュ入れて、その後に、自分のストリームキーを入れる。で、こうすることによって、この本来録画で保存される内容が配信として乗っかるっていう形にが出来上がります。で、他に設定しなきゃいけないところは、まあ、映像ビットレートと、キーフレーム間隔なんですけど、キーフレーム間隔は2で、多分どの配信サイトも2が一番いいと思います。これはぶっちゃけ何が変わるのか僕はちょっとよくわかりません。で、映像ビットレートの方なんですけれども、本来 YouTube の推奨っていうのは2000ぐらいなんですよね。で、ただ、なぜか録画開始の方でやってるせいっていうのが多分あって、で、あとミラティブの方の、出力とかにもなんかいろいろ力
昔から取られてるのかわかんないんですけど、2000にするとね、まあ画質が悪いこと悪いこと。だからこの映像ビットレートを6000ぐらいにまで上げました、僕は。で、6000ぐらいに上げて今すごくいいな、あの画質がちょうどいいなって思ってます。で、映像ビットレートって上げすぎると、その本人の、あの配信者の Wi-Fi 回線が、まあ、悪かったりしたらちょっとあれなんですよね、動きが悪くなっちゃったりするので、これは個人で自分に合った映像ビットレートを当てはめてやっていきましょうっていう感じですね。はい、はい、という感じでございます。で、これで YouTube、なんだっけ、ミラティブの方、右下にあるこの配信開始っていうボタンを押すと、ミラティブの方の配信が開始されて、録画開始って方のボタンを押すと YouTube が開始されるっていう、仕組みが出来上がりますと。実に画期的。さて、まあこんな感じで設定が終わります。あ、これあくまで OBS 上の設定であって、その後で、あのミラティブの方で、タイトルを入れたりだとか、なんだっけ、まあタイトル入れたりだとかサムネを入れたりしなきゃいけないので、それはもう各自ノードでやってください。これは難しくないので、説明特にいらないかな。はい、で、ございます。で、これで、配信ができますと。素晴らしいですね。じゃあ次の段に行きましょう。はい、じゃあ第3弾として、話さなきゃいけないこと、自分が、このミラティブと YouTube 同時配信やってみて結局どうだったのっていう感想ですね。正直な話、パソコンにかかる負荷はすごく大きいし、そして何よりもちょっと大変なのはですね、コメントですね。あのコメントを読むこと自体はそんなに難しくないんですよ、スペックさえ良ければ。パソコンのだって、あのブラウザページ切り替えたりするだけだから。で、ただ問題が、 YouTube のコメント欄をミラティブで見てる視聴者さんが何の話してるんだろう、向こうってなってることですね。で、それが起きちゃってるせいで、例えばあの配信者の方が YouTube の方のコメント欄に出てきたコメントを読み上げますと、ミラティブの方何言ってんだこいつってなるんですよ、あのシンプルに考えて。で、逆もしかりですよね。ミラティブの方のコメントを読み上げて、 YouTube 側の方は、コメントをポップアップされてないのに誰と話してんだこいつってなるから、ハテナマークができます。で、その結果視聴者が、何やってんだこいつみたいな風に、なっちゃうんですよね。うん。で、まあそれは、あのあらかじめタイトルにミラティブと同時配信してますとか、 YouTube と同時配信してますとかってやることで、ある程度の理解を得ることはできるんですけれども、まあそれでも向こうが、あの具体的にはどんなコメントが出てるか分かんないのが、やっぱちょっと面白みに欠けるっていう点が、少しあると。で、まあそれを解決する方法、あります、あります。なので、それをちょっと今から説明したいなと思います。あるのに、じゃあなんでお前やんねえのって言われたら、パソコンのスペックの問題です。あの今この同時配信をして、さらにコメントをお互いが見る方法を採用しちゃうと、多分私のパソコンね、悲鳴、あのフリーズしてストップします。はい、なので、あくまでこういう方法があるよっていう程度に、理解していただければと思います。まず YouTube のコメントをポップアップする方法、これはまあ簡単ですね。このブラウザで、ブラウザを開いて、その YouTube のコメント欄の URL を入れることで、これは比較的簡単に、解決します。で、もう一つの方のミラティブなんですけれども、ミラティブのブラウザを、サファリで開いちゃうとどうなるかというのをちょっと今お見せしたいんですけれども、ミラティブのコメント、ミラティブはね、コメント欄専用のウェブページっていうのがないので、そのまんま自分の配信を一回オンラインにするしかないみたいなんですよね。ちょっとわかんないんですけれど、それをするとすごく重くなっちゃって、ミラティブの方をつなげたいと思った時に、ブラウザ2で、ミラティブの方の URL をポロって入れて、初めてミラティブを開いた時みたいに、ツイッターと一緒に連携しますかっていうことが出てくるんですよね。で、これの認証をやろうかなって思った時に、連携アプリを認証します。はい、お願いします。はい、お願いします。はい。お願いします。はい、OBS 押します。はい、お疲れ様でした。はい、皆さん、今日も動画見ていただいてありがとうございます。ってことに、なります。ですので、正直、これは OBS が予期しない理由で終了しましたって言っても、これ多分ね、修正負荷、負荷っていうか難しい。だって、これもともと OBS ってそういう検索とかそういうことをするやつじゃないんだもん。うん。だからこうなってしまうのもしょうがないと個人的には思っちゃうので、だから
難しいよねっていう感じですね。はい。これの問題さえ解決すれば多分コメントの問題は解決するので、次の一歩には進めると思います。もしくは、ウィンドキャプチャーで Google Chrome で、アプリ、ミラティブ開いたやつでコメントを見るっていうのもできると思うんですけれども、残念ながら私の PC はなぜか、Window キャプチャーで、Google Chrome がなぜか開けないので、本当になんでかわかんないんだけど、だからコメントがちょっと出ないっていう状況っていうのも、あります。はい。こういった問題があります。一番大きいのはやっぱりこのコメントの問題かな。これさえあれば、普通に YouTube で配信してるのと何ら違いがないので、ちょっと重いことを除いて、あとお客さんがちょっと多いことを除いて、あとはちゃんとコメントをさばく能力が、あなた本人にあるかっていうぐらいですかね、個人的には。はい。というわけで、こんな感じとなっております。参考にもしなりましたら、チャンネル登録、高評価をぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは次の配信でまたお会いしましょう。バイバイ。はい。皆さん、今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たちマステクの動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。